はじめに平成29年度富士青春市民ミーティングつながろうウィーアー青春市民の参加者募集についてを発表いたします。市では自分なりの頂を目指して一歩踏み出す人、その歩みを応援する人、とにかく富士市が好きな人を富士青春市民として認定をしております。この度富士青春市民の皆さん同士が交流を深め、それぞれの取り組みを共有し刺激し合い、新たな一歩を踏み出すきっかけになることを目的に開催する富士青春市民ミーティングへの参加者を募集いたします。富士青春市民ミーティングはラホール富士多目的ホールを会場に2月25日日曜日に行います。当日はエントリーした富士青春市民の皆さんの活動内容を発表し表彰する富士青春市民大賞やブランドメッセージソング頂への始まりを歌うゆかのさんによるミニライブなどが行われます。また仲間づくりのための交流会も開催いたしますので、多くの皆さんにご参加いただければと思います。